ええ、自分でも笑っちゃうくらいバカバカしくてありえない推測だけど、私たちはすでに2回死んだのよ。いや、この前の時を入れたら私は3回になるわね。死んだって、え？あの光景が、あの記憶が本物だっていうのか？一体どうしてそんなことが？理屈はわからないけれど、原因は多分それでしょう。あーちゃんから預けられたエプスタイン博士の遺産。私も詳しいことまでは知らないけど、去年バンたちが解決してきたいくつかの大きな事件とも関わっていたそうよ。確かにゲネシスはいろいろと不思議な現象を引き起こすとは聞いたが、いくらなんでも時間を巻き戻すってのはデタラメすぎじゃないか。全くの同感だけど、そうとしか説明できないのもまた事実ね。まあ仮にあの記憶が本物だとしても、実際に未来から時間が遡ったのか、それとも今のなあちゃんたちが未来の記憶を得ただけなのか、それを判断する手段はないけどね。それにしてもこんな夢だか悪夢だかわからないようなことに遭遇するとはな。改めて頭が痛くなってきた。とにかく廃棄区画の奥が危険だってことはこれではっきりしたわ。あなたたちはどうする？ここで降りても構わないわよ。むしろ私としてはその方がおすすめね。いくら裏解決や代行といっても、若い子にあんな危険を犯させたくない。そんなことを言われても、もうここまで関わってしまったからな。今から降りて結局あんただけ死んだってなるのもさすがに後味が悪い。それに私たちもなんとなくあの場所は気になっちゃうんだよね。だからなあちゃんたちも最後までエレインさんに付き合うよ。そう、ありがとう二人とも。でも対策はちゃんとしないとね。さすがにまた死ぬのはコリゴリだよ。あの現象が発生する条件がわからない以上、それを当てにするのも論外だしな。今度こそ死んだら終わりと思った方がいい。対策ね。正直お手上げ感もあるけど、ジンさんを応援に呼んでもダメというなら一体どうすれば？はっきり覚えてるわけじゃないけど、相手は数が多い上に何度でも復活するんでしょ。だったらどれだけ増援を呼んでも無駄だよね。いくらなんでも反則だよ。ええ、もう一度ジンさんに連絡を入れるとしても何か考えないと。それにしてもあんなにバカでかい動力端末が前からあそこにあるとは考えにくい。可能性は低いだろうが、仮にもあの場所は国防外の一角だしな。国防外の人間なら何か知っているんじゃないか。そうね、改めてこの辺りで聞き込みするとしましょうか。
なあちゃんも今はそれくらいしか思いつかないかな。ここだと逆に私の方が交渉なんかはしづらいんだけど、まあやれるだけやってみましょうか。どうしましょうか。ぜひまた来てくださいね。おら！嘘だろ？どうした？もう終わりか？ここには近づかない方が良くない？そうだな、嫌な予感がする。さっきの声は。いいからさっさと吐けや。だから知らないんだ。はあ、てめえが言ったんだろうが、この国防外のことなら何でも知ってる。そのガラクタに勝ったら教えてくれるってよ。何でも知ってるってのは言い過ぎたが、本当にそんな男の情報は知らない。だからここへは来ていないんじゃないかと思います。はい。ルート的にはこっちに繋がったはずなんだが、だったらあれだ、黒いデカブツ。心で黒くてバカでかい端末みてえなもんを見かけなかったか？それも知らん。